今回はハサミだけで作る刈り上げのスタイルをご紹介していきます。やろうと思った理由は、まあ、お客様にバリカンは苦手なので使わないことはできますかと聞かれたことが理由です。もちろんバリカンなくてもハサミで刈り上げできることに越したことはないので、技術の幅として覚えておくのもいいかなと思います。バリカンで作るシャープな刈り上げも好きなんですけど、ハサミで作るソフトな刈り上げも好きなので、まあ、どちらもできるようになると、まあ、技術の幅が増えていくので、お客様にもいろんな提案ができるので、ぜひ見ていってください。はい、まずはベースカットです。まず最初にこのように顔側にコーミングをします。後ろに流れていると毛が逃げてしまって、うまくハサミで毛を切ることができません。で、ハサミでの刈り上げは少しずつカットできるので、短く、バリカンのように、まあ、慌てて切って短くしすぎるというミスが起きづらいです。まずは最初に粗切りで大まかにカットしていきます。で、その次に、このようにちょっと細かく開閉が細かくなるようにカットを作っていきます。大まかに切って細かく切っていくが、一番効率がいい刈り上げのやり方です。カットの練習のし始めの方で耳周りのカットが難しいとよく聞くんですけど、まあ、確かに耳を少しでも切ってしまうとっていうイメージで、まあ、少し怖いイメージがあるかもしれません。で、ただ耳周りのカットはこのように耳を指で押さえることで、しやすくなります。まあ、耳は柔らかくて少し押しても痛くないので、まあ、しっかり押さえてコーミングをします。ヘムラインからしっかりコーミングをすることが刈り上げの基本になります。途中から刈り上げようと思っても、ここがヘムラインで刈り上げの最終地点だとして、途中からコームを入れようとしてもすごいこの間がボコボコしてしまうので、刈り上げは全部つながってるので、しっかり下から刈り上げていくのが基本です。耳後ろもヘムラインからしっかりコーミングをしていきます。毎回やると手間に見えるんですけど、一回一回正確に切れるのでタイムロスにはならないです。と、逆に下から入れないで途中から入れてボコボコになっちゃうと、それを修正する方に時間がかかってしまうので、まあ、近道せずにカットすることをおすすめします。耳後ろ、このところはやっぱりやりづらい場所なので、人によっては、まあ、やり方いろいろあるんですけど、私はこのようにコームを入れています。ちょっと半円を描くように右は入れています。左もちょっと少しやりづらいんですけど、ここはやりづらいんですけど、同じように入れています。で、次にウエイトをつなげるようにカットしていきます。細かいところはコームを刈り上げ用に変えてカットしていきます。刈り上げ用のコームはできれば厚みが薄いものを使うと綺麗にグラデーションが入ります。で、刈り上げのコームには硬いものとか柔らかいものがあるんですけど、個人的には柔らかいものがこう頭の形に沿いやすいので、まあ、好んで使ってます。で、開閉も小さく細かくしていきます。はい、トップのカットです。で、トップはセームレイヤーでカットしていきます。で、カメラにはちょっと映ってないんですけど、常に鏡を見てフォルムを見ながらカットしてます。一回切ったら見て、一回切ったら見て。これ常々こう形が変わっていくので、それを確認しながら微調整して進めていきます。
口周りのカットはコームで行ってます。まあ手で持ってもいいんですけど、僕はコームでやってます。で、日本人はここがすごい大きくて張っているので、ちょっと頭が大きく見えがちなので、ここのボリュームをしっかり取ってあげると頭が小さく見えるヘアスタイルになると思います。後頭部はいかに丸みをきれいに出すかを意識してカットします。で、今回のお客様は欧米人に見られる、もともと頭の形が良い方なので、レイヤーをしっかり入れます。まあ、よくありがちなちょっと絶壁の方とか、まあ、後ろにボリュームを出したい方と同じようにボリュームが出るカット、まあ、グラデーションをするとすごいこう奥行きが出すぎて、ちょっとこうエイリアンみたいな形になってしまうので、この方はしっかりレイヤーを入れて短くしてあげるとバランスがよく見えるので、そのようにカットしてます。はい、セニングはベースカットと同じように切っていきます。で、このお客様は、まあ、柔らかめであまりセニングの必要がないので、毛流れが出やすいように必要最低限でカットします。できれば、まあ、セニングは使わずに、まあ、ベースカットレイヤーグラワンレンで髪の質感を作っていきます。まあ、どうしてもセニングを入れると短い毛がパサパサ出てきてしまうので、ここは必要最低限ですね。で、必要な方にはもちろんたくさん使いますし、必要じゃない方には、まあ、少量です。すいません、決してセニングが悪いというわけではないので、セニングはすごい合理的で早くカットできるので、あと多毛の方にはすごいまとまりが良くなったりとかするので、よく活用してやっています。ドライヤーで前方に乾かします。で、髪の毛は横に流れていると頭が大きく見えてしまうので、基本的には前に乾かします。前に乾かすと毛流れがこう収まってくれるので、頭がちっちゃく見えて、それと同時に顔も小さく見えてきます。つむじ周りはこのようにこう回転させることで綺麗に乾いてきます。つむじはこういろんな方向に毛が生えているので、一定方向からずっと当て続けてしまうと変に跳ねたりしてしまうので、このように回転させます。回転の方向はどちらでもいいんですけど、大体の方がこう時計回りに乾かすと綺麗に乾くと思います。前髪は上げたいので、ドライヤーの時点でこうしっかり立ち上げます。あんまりドライヤーをしっかりせずにワックスだけで上げようとしても、多分こう数時間でこうペタってなってくると思うんですね。それは土台がちゃんとできてないからなので、ドライヤーでこう土台をしっかり作ってワックスでしっかり固めると一日中このスタイリングがしっかりキープできます。で、ワックスはアリミノのウェットオイルワックス、こちらを使用していきます。で、このスタイリング剤はこうワックスの柔らかさとジェルのツヤ感、2つが両立したスタイリング剤です。で、こちらのスタイリング剤は本当に使いやすくて大人っぽさも出るし、あといってツヤが出すぎることもないので、柔らかくてシャンプーでも落ちやすいので、よく私も愛用しています。で、まずは前髪につけていきます。で、このスタイルだと前髪がこうしっかり上がってるスタイルなので、前髪にたくさんつけたいので、最初のファーストタッチを前髪につけます。最初についた部分がもちろんたくさんスタイリング剤がつくので、最初にたくさんつけたいところにつけます。で、全体になじませて形を整えて終了です。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっと初めてのナレーションだったので分かりづらい点がちょっと多々あったと思いますが、ご了承ください。で、今回はハサミで作る刈り上げのスタイルを解説しました。で、冒頭でもお伝えしたように、こうバリカンで作る刈り上げのスタイルももちろんいいのですが、技術の幅として覚えておくとすごい役に立つと思います。この動画が少しでも役に立てば幸いです。次の動画へのモチベーションにもなるので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。不定期の更新にはなってしまうんですけども、このチャンネルではできるだけ
まあ、カットの解説で技術が伝わりやすいような動画を作っていきます。それでは次の動画でお会いしましょう。